皆さんこんにちは、チャックバスです。本日紹介するのはチェルシーマーケットとなっております。チェルシーマーケットはですね、1997年に開業したチェルシーマーケットは、元ナビスコの、ね、工場を改装して今やグルメマーケットとして売り生まれ変わってやっている、まあ、デパートみたいな感じですかね。でこちらのチェルシーマーケットは、有名なベーカリーサラレスなども入っておりまして、スイーツ、あとはベーカリーとかも入って、ね、レストランなども多く入っております。で、こちらはですね、ほとんどの、観光ガイドに載っている、まあ、デパートということで、まあ、ぜひね、行かれる際には立ち寄ってみてもはいかがかなと思います。で、お土産を買うにあたってですね、まあいろいろ回られるかと思うんですけども、このチェルシーマーケット、とても最適なものが買えますので、もしよかったらこちらで探してみたらいかがかなと思います。こちらのフィッチ&ファストフィッチベーカリーでは、まあ、こちら見たことある方も多いかと思うんですけども、こちらのお店の、ブラウンですね、こちらもたくさんの観光ガイドに載っております。こちらもとてもおすすめですし、美味しいですからね、1個買ってみてはいかがでしょうか。でこちらのチェルシーマーケットなんですけども、ちょうど9番街とウエスト15丁目に位置しております。私が利用した感覚ですと、まあ、駅から2、3分歩いて到着っていう感じですかね。でこちらのお店のチェルシーマーケットの斜め向かいにポップバーガーっていうハンバーガー屋さんがあるんですけども、まあ、そちらですね、あのもやもやサマーズで訪れたポップバーガーが向かいにあります。まあ斜め向かいみたいな感じですかね。こちらもぜひサマーズだったり利用してる、もしよかったら行ってみていただいたらどうかなと思います。でこちらは今チョコレート屋さんですかね。チョコレートもすごい数があるんですね。本当に見てるだけで本当にすごいなっていう感じで、まあ、こちらもまあお土産にいいんじゃないかなと、まあ、ひとまずねお店の中を一周して奥に住んでいきたいと思いますけども、ニューヨークっていう感じがしていいですよね。まあここからはね少し、チェルシーマーケットの、中をご覧いただきたいと思います。ナレーションは一貫こちらで終わりますね。
くとこちらがオイスターバーと、ロブスターの丸々一匹食べれます。こちらまで一周していきますけども、ここはもう海鮮系はお寿司からカリフォルニアロール、あとはオイスター、生のオイスターですね、そういうものも食べることができます。で一番奥の方に、ロブスターのお店もありますので、まあ、せっかくニューヨーク行かれるんですが、ロブスターロールも有名ですし、ロブスター自体も有名なんで、ね、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。本当に美味しい。でそこでやはりアルコールなんか飲めますので、ね、ぜひおすすめ。でここがちょうどロブスターの店ですね。まあ、並んで注文するんでそんな難しくないと思いますけども、注文してからしばらく呼ばれるまでね、時間がかかります。ここは本当に海鮮系もたくさん所狭しと並んでおります。まあ、出口に近いんですけど、こちらに見えますのが、フォークとかナイフとかナプキンとかこちらにありますので、ちょっと分かりづらいですけどね、ロブスター食べる際には何ですか、プラスチックの手袋みたいなのも入り口に置いてありますので、ぜひそちらでね取ってから利用してすることをお勧めします。ちょっと私最初利用した時にそんなところにあるなんて知らずに、普通に素手でロブスターいただいたんですけども、本当にその後全然匂いが取れなくて結構大変だったので、まあ、利用する際はね、そのプラスチックの、手袋ですね、利用することをお勧めします。それではですね、実際に、オイスターバーの方を、利用させていただきたいと思います。まあ、どこに位置すればいいのかみたいな、やはり初めて行く時にやっぱり不安ですもんね。まあ本当に何にも置いてない、バーカウンターがあったらそこに立って、注文させていただければ、まあ普通に出していただけるんですけども、まあこういうところでもいいんですけども、やっぱり見ながら注文したいですよね。ですんで、まあその海鮮の目の前まで、ちょうどここ空いてたんで、ここで私は利用させていただいたんですけども、まあ指さしてこれとこれみたいな感じで注文していただければ、出していただけますのでね、ぜひ利用をお勧めします。いかがだったでしょうか。今回は、チェルシーマーケットを紹介させていただきました。今回もね、最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でね、お会いいたしましょう。ありがとうございました。Thank you.